マッシュポテトボネ付き用肉とマッシュポテトとサラダマッシュポテトは欧米諸国で一般的に食べられているジャガイモ料理である。茹でたジャガイモをポテトマッシャーと呼ばれる調理器具で押しつぶし牛乳とバターを加えて滑らかに仕上げる。クリーム、植物油、チーズ、ニンニク、ベーコンの細切れなどを加える調理法も一般的である。肉料理の皿に添えられ。 グレービーソースなどをかけて食べる。ポテトサラダやポテトコロッケ、シェパーアッツパイなどはこのマッシュポテトが基本となっている。乾燥させた粉状やフレーク状の即席マッシュポテトも市販されており、自ら牛乳を加えて戻すだけで食べられる。ツイストの一種でジャガイモをポテトマッシャーで潰す動作に似たステップのダンスもこの料理の名で呼ばれている。1959年に ジェームス・ブラウンがロジャーの名で作曲したマッシュド・ポテトより広まり、1960年代前半よりアメリカをはじめ各国で流行した。以下はそれを内容に取り入れた楽曲の例である。ありがとうございます。